やっぱり上に立つのは理系の方がいい。えー、どうも、菓子研です。あのー、スカイラークっていうレストランチェーンあるじゃないですか。あそこの、まあ、チェーン店が、えー、っとね、4月22日だったかな。あのー、五州飲食帳っていうキャンペーンを、えー、始めたんですよね。で、それは、もう24日、もう2日ですぐに、えー、なくなっちゃいました。はい、中止です。なんでかと。 なんでかっていうとねあのそもそもありえないキャンペーンなんですよ。で内容としてはあの24日間のうちにね、えーまあ、24日間ずっと大体、まあ、3週間半ですよねその期間で、えー、全国1,361店舗を回らなきゃいけない、えー、あの回るだけじゃダメで、えー、とその飲食店のね そのまあ、そのスカイラークグループのさ飲食店で、えーまあ、食事をして1,000円分使わなきゃいけない千1,000円分使ってそのレシートを五種、えー、飲食帳っていうのに貼り付ける、まあ、その五種飲食帳っていうのも,もうめっちゃめっちゃたくさんあるそ印刷物を自分で印刷してでそれにレシート貼ってでスタンプラリーの要領でもうスタンプもらってでそれを1,361、えー、店舗。 もう全国北、えー、海道から沖縄まで全部行かなきゃいけないと。でそれに参加してでもしそれを達成したらじゃあ何がもらえるのと言ったら一応ねその宣伝文句では1,000万円を山分けとなってんだけど、えーまあ、実際はねそれ50人で山分けだから20万円しかもらえないわけですよ。え20万円 もうその点えー、もう俺どっから行っていいんだろうねまあ、まずさまあよく言われてるけどこう単純計算でねその24日間で1361店舗ってことは1日あたり57店舗を回んなきゃいけないわけですよでしかも、えー、あのスカイラークって全部あの24時間営業してるわけじゃないからそのね朝 朝からその夜までの限られた営業時間の中でこれ57店舗巡んなきゃいけないのそんなあの15分で1店舗を回ったって間に合わないレベルですよねでしかもさ、まあ、仮に15分に1店舗立ち寄れたとしてさいやまあ現実的に無理でしょあの移動時間もあるしでとあと飲食の時間も必要ですよねあの1000円以上使えってなってんだから。 1,000円分って言ったらもうまるまる1食分ぐらいですよねでさまず1日でさ57食もさ食べれる人間がいるのって言ったらどんな大食い系でもさすがにそれは無理だと思うんですよね。人間がそのねあの消化できる量っていうのはもう限りがある限界があるからもう絶対無理。で まあそ仮にそこクリアしたとしてもう移動時間の地点で無理でしょもう店舗間がね15分で移動できるわけがないんですよ、うん、でまあその15分で移動して食事0分だとしてももうその時点で無理だし、うんあのーまあ、当然さ北海道から本州の間とかさあの本州から四国の間で本州から九州の間とかこう長い移動時間っていうのも当然あるし じゃあそういうところってそういうところも全部込みで57店舗ってまず無理しかも毎日毎日ね24日間連続で1日57食全部ファミレスってまずお金も持たないし体力も持たないし体も持たないしまあ無理でしょうね。 俺これ最初見た時ね24日じゃなくて24週間かと思ったわけよまあ24週間それだって相当きついけどさうーんいやまあ無理でしょうね24週間だったとしても無理でしょう24ヶ月でなんとか達成できる店舗数ってかね店舗数が多すぎる1361 13店舗ってさあのね JR のさこう30駅巡るスタンプラリーだってあれ結構しんどいのにさ あの飲食店全国を全国の飲食店回ってそれでやっと得られる金額が20万円ですかとはあ1361店舗だから、まあ、1店舗でさ1000円しか使わなかったとしてもさ、まあ、140万円は飲食費だけで絶対かかりますよねでそこにプラスね移動代 移動代含めたらさそこで、まあ、プラスね何十万円ってかかってくるしさらにまあ宿泊費だって必要ですよね。なさ家からさ行くなんても,もう現実的に無理ですから1361店舗巡るって何かそもそも現実的に無理だけどまあ1回のさ工程で全部回るように組んだとしても、まあ、その24日間30あ23泊。 それだけでまあ1泊1万円だとしても23万円それを全部そのスタンプラーリーのために費やしたとしてあとあの御朱印食帳の印刷費だって必要ですよ、ね、それ全部合わせてもう200万はくだらないですよね300万はかかるでしょうねタクシーの移動とかも必要でしょうからね200万以上ペイしてさ得られるのが20万ってなめてんのってあのさ あのこれキャンペーン考えた人絶対理系じゃないよね。っていうかあの仮にねそれま、まあ、文系の人バカにするわけじゃないけどあの計算できない人がさこうやっちゃったとしてそれを世に出すまでにさこういろんなねあの社員店員、まあ、いろんな人に触れるわけじゃないですか目にその中でさ誰もこれおかしいんじゃねえのって指摘できなかったこの組織体制って俺絶対問題あると思うんですよね。 どう,どう思います <laughs> さ小学生でもこれ絶対無理ってもうパッと見で分かるでしょ1361ってさ、うん、136店舗とかだったらまだ分かるよそれかあの、まあ、全国ね都道47都道府県、まあ、47都道府県にはないかもしれないけど、まあ、その各都道府県の1店舗ずつあの行ってそれで、まあ、20万もらえるんだろう、まあ、全然分かるよあのそれさ そのキャンペーン目当てにさこうお金を落としてもらうっていうのを考えたとしてもあまりにも割合がなさすぎるそれ炎上しますわてかねもう炎上する以前の問題ですよね無理無理あのいや東京基準で考えたにしてもさ1日57店舗を巡るっていうのは、まあ、ありえないでしょうね、まあ、仮にその飲食しないで 完全なスタンプラリーだったとしても、うん、無,理だし無理でしょ無理でしょ JR のさあの駅のスタンプラリー30駅巡るのだってあれもう丸一日もう朝から晩まで費やしてようやくこう行けるようなものですよその便利なね JR とか、まあ、まあ私鉄とかのさこう路線を使ってようやくそういう、うん、30個集められるわけですよねあ他のスタンプラリーも一緒ですよね。 あの俺ガールズパンツァーのスタンプラリーとか俺何度も何度もやってるけどあれだってあのスタンプの数は7個とか8個しか大した数じゃないけどあれ全部やろうとしたら丸半日かかりますそれくらいのねその普通のスタンプラリーですらそれくらいかかるんだから1日57って絶対無理でしょいやもう無理としか言ってないけどさなんかねもうちょっとまともな企画を考えてほしく、うん1000万円ってさこれ ちょっっとケチってるる部分あるよね <laughs> 正直言ってねなんで山分けになっちゃうのかな先着50名っつったらさ、うん、もっと現実味のあるさスタンプラリーにしてほしかったよねそんなさ「そのスカイラーク」に人生かけてるなんて人をね人生で人生が、ね、全国でもさなんか数えるほどしかいないでしょ毎日3食「スカイラーク」食べてますって言うともうほぼいないんじゃねえのっていう。 朝昼晩でねでも現実的じゃないしねそれ自体もいやーびっくりだよね <laughs> まあもしかしたらこのね大体のなんかキャンペーンとか出るかもしんないけどもうこの件があるから割とみんな興ざめちゃうんじゃないかなっていう部分はあるしさやっぱもうちょっとさこうなんすかその 組織の中の風通しっていうかいやここ絶対おかしいでしょって言える環境づくりっていうのも必要なんじゃないか、まあ、そういう部分も結構露呈してる部分ってあると思うんですよね明らかに24日間でね店舗ですよ全国巡るのだってさまず単に単にね日本一周するのだって相当大変ですから。 まあ、それはちょっと旅行行ったことない人がさこう気丈で考えちゃった部分っていうのは正直あるんじゃないっていう感じでねまあ、今回はその「めちゃめちゃおかしいよ」っていう、うん、俺が言う話じゃないけども別にさ、うん、考えようぜとそういう話でしたバイバー <laughs> あでもなんかちょっと飯食いたいからねスカイラーク行ってみようかな